日本山梨県南駒郡美野部町、西島西島は山梨県南駒郡美野部町の地名。以前は西島と表記され、現在でも自社の名称等に残っている。郵便番号は409-3301。富士川と赤石山脈の間に小さな戦場地があり、そこに集落が存在する。また、東側は、 富士川の氾濫を防ぐため堤防が設けられている。元気2年に、西島出身のも月づ清兵衛沖永当地を、伊豆国産化多群建の村を訪れて、和紙の一種である三股紙の製法を学び、それをもとに、西島でも作り完成品を武田信玄に献上したことから和紙作りが本格的に始まったとする伝承がある。それが、当地の特産品である西島和紙であり、 現在でも製造されている。また、西島は、寸州王館の梶風和菓子から南へ伸びてきたルートと対岸にある岩間宿から、岩崎の渡しと呼ばれた渡し船で渡るルートが合流する地点であり、西島地区も宿場が設けられ、西島宿として栄えた。なお、岩崎の渡しのルートがあった場所は現在京南橋が架けられている。 1889年の町村制執行により、戦場地帯は南駒郡西島村となり、戦後まで存続したが、1954年に大須瀬村、静川村、明保野村と合併し中富町となり、住所表記も南駒郡中富町、西島と島に山辺がついたものに変更されている。その後、平成の大合併で南駒郡美野部町、 西島となり、現在に至る。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。地内に、鉄道は通っていないが、対岸の西八代郡市川三里町岩間に、三延仙海の岩間駅がある。徒歩15分程度。西島塾に関するカテゴリー。ありがとうございます。